こんにちは。サムネイルでね、パパ活っていう風な感じでやると、ちょっとね、えげつないな、えぐいな、みたいなスタートですけども、あれは単なるつかみですからね。私のやっているパパ活ってのは、本当にね、まあ、マイホームパパです。お父さんです。私のヤマトくんっていうね、今1歳過ぎて、もうすぐ2歳になる。このヤマトくんっていうね、我が子に対してね、もう50歳差ぐらいあるんですけども、すごく愛情込めてね、可愛らしいんですよね。毎日毎日一緒に過ごしてるんですよ。その私のパパ活をずーっとね、無作為に YouTube にアップロードしてたんですけども、今後はですね、このパパ活っていうシリーズにまとめて、その再生リストでお届けしていこうかなと思ってるんですよね。まあ、そのための今回は宣言動画でございます。ですんで、パパ活ってね、なんですかね、歳の離れた女の子となんかこうイチャイチャするみたいなパパ活は私はもう、やりませんのでね、十分奥さんも若いですし、まあ、愛していますしね。で、私のパパ活ってのは世の中のパパ活と違って隠居のパパ活なんで、ヤマトくんと楽しく遊ぶというね、パパの活動をさせてもらうというね、育児、保育、療育、この辺も詰め込んで、いろんなことをね、私のこの50歳をもうすぐ迎える年齢で、子育てを毎日したらどうなるんだろうみたいな、そんなね、思い出の動画アルバムにしたいと思っております。まあですんでね、ちょっとエッチなことを想像してきた方すいませんでしたけども、私のチャンネルではそういうことは多分もうこれからも行われないと思いますんで、まあご期待なく、まあ私なりの隠居パパ活をお楽しみいただける方、この再生動画シリーズをお楽しみください。今日はですね、10月7日、令和3年朝6時45分です。今日からこのパパ活シリーズ改めてスタートしたいと思います。さあ、私のヤマトくんが10歳になる頃までに、何万本動画がアップロードできるかなというところですね。これからも皆さんと一緒に、ヤマトくんをね、見守っていただきたいと思いますんでよろしくお願いします。皆様に育てられてヤマトくんも大きくなっております。それでは失礼します。